ただいま。ふう、疲れたわ。お姉ちゃん、お帰り。あら、暦。この前教えてあげた忍者スレイヤーは面白かった？まあ、私はハマらなかったけど、それなりに面白いのではないかしら。ふーん、歴史好きな人って、ああいう荒唐無稽な話はリアリティがないとかブツブツ文句言ってそうなイメージがあるんだけど。私自身は逆よ。中途半端にリアリティを追求されると細部が気になって楽しめないの。むしろ時代劇ぐらいにエンターテイメント重視の方がいいわ。はあ、歴史好きも難儀だね。そういえば、忍者スレイヤーだけど、直接古事記に挨拶と書いてなくても、それらしいエピソードとかないのかな。一応、私も探したけど、やはりないわ。まあ、女性へのマナーに使えそうな話がいくつかあったから、古事記に書いていると使える場面はあると思うの。へえ、具体的にはどんな話？例えば、この花の咲夜姫と岩永姫の話があるの。二人と結婚したニニギは、不細工な岩永姫だけを実家に送り返してしまったわ。永遠の命を司る岩永姫がいなくなったことで、人間に寿命が生じたという神話よ。女性を顔で選ぶとろくな目に合わないという話って、そんな大昔からあるんだね。他には、この続きで、この花の咲夜姫との間にできた子を、ニニギが自分の子ではないと疑う話があるの。これに怒ったこの花の咲夜姫は、炎上する産屋の中で出産することで、潔癖であることを証明するわ。あとは、趣旨が違うけど、イザナキが冥界のイザナミを連れ戻す話があるの。いつまで経っても部屋から出てこないので、イザナミの部屋を覗いたところ、その醜い顔に驚いて逃げ出すという話よ。今なら、化粧前の女性の顔を醜いとか書いた小説が出たら、出版社が即炎上しそう。でも、奈良時代以前からこれだけ現代でも通じる女性へのマナーが散りばめられてるのに、勉強しない男の人が多いのは、古事記の読み込みが足りないからと思うわ。まあ、こんな風に、女性を顔で判断しないのは絶対の礼儀だ。古事記にもそう書いている、と現代でも使えるフレーズになるの。やっぱり古事記って、万能なんじゃないかな？では、日本書紀にも書いている関係で少し真面目な補足をしておくわ。まず、日本書紀が神宮皇后の時代を120年遡った理由についてよ。これについては、日本の建国年を政治的な理由により大幅に遡らせたのが定説なの。そのための時間的な辻褄合わせで、暦をいじる必要があったわ。そういや以前、天下歴とか技法歴とか話をしたね。一応、どのように細工をしたかは、大体定説化してるの。ただ、その話をすると、結構長くなるから、今回は飛ばすわ。それで、神宮皇后の場合、120年遡ったところに置かれたのは、引用されてる魏志倭人伝によるとされてるの。暦は魏志倭人伝に登場する女性の倭王といえば、誰だか知ってるかしら？卑弥呼だよね。そう。日本書紀を編纂した人たちは、卑弥呼と関連付けようとしたというのが通説よ。次の補足は、百済の建国時期についてなの。一応、今回は4世紀前半としたけど、韓国と日中で見解が分かれてるの。韓国では魏志倭人伝に記載されてる馬漢にある国の一つ、白彩国が発展したものという意見が強く、一方、日中では白彩国と百済の王族は無縁という見解をとってるわ。とりあえず、中国側資料で百済王族が半島にやってきた4世紀前半頃を建国時期としたの。お姉ちゃん的には納得してるの？私は、百済が独立したのは350年から370年のどこかだと思うわ。だけど、この話を説明するためには、ここだけの時間では無理よ。じゃあ、いつか時間がある時にその話をしてよ。ええ、わかったわ。最後の補足は、高麗の資料編纂者は一体何の資料を見たかよ。え、日本書紀じゃないの？それもあるけど、そもそも日本書紀だけで作ると、昭光を3世紀の人物にすればいいだけで、4世紀に再度登場させる必要はないの。確かにそうだ。それで、結局何の資料を参照したの？蜀日本儀と神仙小辞録とされてるわ。蜀日本儀は、文武天皇から桓武天皇までの歴史書で、途中放棄されてた編纂作業を桓武天皇が再開させ、完成させたものなの。また、神仙小辞録は貴族や肝心の士族の出自情報をまとめたものよ。それで、これらの中に、百済王の代数や、金昭光王、金貴巣王といった文言が出てくるわ。神仙小辞録には、金貴巣王と書いてる肝心がいる一方で、こういう表現を使わない渡来系肝心もいるの。このことから、奈良時代末期、日本書紀の年代操作と、自身の家に伝わる実際の百済の師匠をつなぎ合わせ、二人の昭光王を作り出した渡来系肝心がいたことがわかるわ。
戦国時代の家系図作りみたいだね。でもどうしてこんなのがまかり通ったの？当時は百済人の末裔を母に持つ桓武天皇の時代なの。そういう時代だから、渡来系桓人たちが好き勝手に家系図を作って地位を上げようとしたと考えられてるわ。特に、蜀日本紀の桓武天皇の部分の執筆陣の主力は、菅沼道という人物で、直接自身の出自を蜀日本紀に書き込んでるの。彼は金昭皇の後の16代キス王の子孫と称してるわ。系図操作中ぽい。そもそも桓武天皇自身が母の出自を改ざんしてるのが濃厚だから、いろいろやれたのだと思うの。まあ、それはともかく、日本初期の年代操作を前提として偽作された家系図がたくさんあったと思うわ。そういったものが高麗に伝えられ、半島に残った百済系資料と合わせつつ、三国志紀が編纂されたのが濃厚なの。偽家系図だらけの中から資料をまとめるのは大変だったろうな。あと、お姉ちゃんの説明で疑問に思ったところがあるんだけど、いいかな？はい、どうぞ。じゃあ、まず、大友の細人って誰？想像上の人物で、聖徳太子に仕えた忍びという設定よ。忍びとか中二っぽい。一応甲賀地方の観光史学上の重要な人物なので、下手にいじると怒られるから。大友の細人の書室は江戸時代に成立した忍術奥義伝で、この頃、伊賀と甲賀でどちらが古いか競争してたわ。ただ、南北朝時代には、飛鳥時代の伊賀周辺に異能を持つ怪しげな集団がいたと信じられてたようなの。じゃあ次、どうして金昭皇なの？五昭皇でもよかったのでは？想像だけど、上中金の三分法によるものと思うわ。ああ、前の時代区分の話だね。この、金をつけたのは日本が先で、高麗の司書編纂者が取り入れた形よ。じゃあ次、斎藤岳斎って誰？歴史作家柴良太郎が、萌え予見で斎藤はじめの別名としてつけたのよ。新選組には斎藤一岳斎という人物もいて、それを混ぜたか、勘違いしたかとされるわ。柴良太郎の話だから真に受けた人を襲う。じゃあ次、タルカスとブラフォードって誰？英国人なら誰でも知ってる英雄よ。うん？書室はジョジョの奇妙な冒険で、裏取りできなかったけど、イギリス人読者を混乱に陥れたそうなの。タルカスの由来は、イギリスのロックバンドのアルバム、タルカスが通説よ。ブラフォードの由来は、伝説のミュージシャン、ビル・ブルーフォードで、まさしくイギリス人なら誰でも知ってた人物なの。じゃあ最後、民名書房って？伝説の出版社よ。武術系に強いのだけど、ゴルフの起源を日本人に紹介したことでも有名なの。ネットで調べると、その知識を自慢した読者たちの黒歴史が出てくるわ。あと、ついでにだけど、お姉ちゃん的に根拠のない自説とかあったら聞いておくけど。え、いいの？うん、いいよ。忍者スレイヤーに平安時代の哲学剣士、宮本正史というのが出てくるけど、これについてよ。歴史の考察かと思ったら漫画の考察かよ。え、いいじゃない？一応現代史というカテゴリーということで勘弁してほしいわ。まあ、それでいいけど、この宮本武蔵ってどう見ても宮本武蔵のことだよね。どうして宮本武蔵が哲学なの？ここは私の想像だけど、宮本武蔵の五輪の書が念頭にあると思うの。ちなみに、この五輪の書はオリンピックを五輪と訳す元ネタとして有名よ。忍者スレイヤーって外国人が原作者だよね。五輪の書ってそんなに有名なの？アメリカでは1970年代後半にビジネス書として五輪の書がミニブームになってるわ。それで1982年にニューヨークタイムズが五輪の書はビジネス書にあらず、哲学書なりと記事にしたの。その頃、日本への関心が良い意味でも悪い意味でも高まってた時代よ。そういうこともあって、五輪の書はニューヨークタイムズ認定の日本の哲学書ということで、大ブームになったわ。だから、知日派アメリカ人が作者の漫画に日本人哲学者として宮本武蔵が出てくるのは別段不思議ではないの。そういうつながりか。あと、真偽不明の情報だけど、このブームの最中、アメリカから著者の宮本武蔵へのインタビュー依頼があったそうよ。いた子の出番だね。お姉ちゃん、最後まで説明できて気が済んだ？結構長く話したね。さっさと着替えてきなよ。うん、そうするわ。では、また後でね。はい。皆様、最後までご視聴ありがとうございました。